AC 長野背番号11番坂田選手にお話を伺います。今試合を終えた感想をお聞かせください。悔しいです。今日は遠く長野からも応援に駆けつけてくれました。ぜひサポーターの方にメッセージをお願いいたします。もう負けられないんで、あと12試合全部勝てるように、頑張るので応援お願いします。次の試合に向けてどんな準備を行っていきましょうか。とりあえず今日の試合悪いところもあったんですけど、いいところもあったと思うんで、そこをしっかり見て悪いところばかり見ないようにして、修正してまた次は絶対勝たなダメなんで、しっかりそこを修正していきたいです。ありがとうございました。